ゴドフリーネラーによる肖像画1683年作。初代ダンモア伯爵チャールズ・マレーはスコットランド貴族、政治家。初代アソル公爵ジョン・マレーとアメリアナ・ソフィア・スタンリーの次男として1661年2月24日に生まれた。1678年にジェームズ・ダグラス卿の不評連帯の大位になり、1681年に 兵連隊の中佐に転じ、1685年に大佐に昇進した。1683年にアン王女のもとで旧定職にありつけ、1685年にヨーク公爵夫人メアリー・オブ・モデナの締め頭になり、同年にヨーク公爵がジェームズ2世及び7世として国王に即位した時も留任した。1685年イングランド総選挙では、 ウィガン選挙区から出馬して、当選、議会でも、ジェームズ2世を支持する形で投票したため1686年8月16日に、マレー男尺、フィンキャッスル尺及びダンモア伯尺に除された。1688年の名誉革命の後、ジャコバイトの疑いをかけられたダンモア伯尺は、旧定職を失い、1689年にエディンバラで投獄され、 1692年5月から8月にロンドン島に投獄され、1696年にリバプールで投獄された。アン・女王の下で復権1703年にスコットランド数密院の数密顧問官に任命されたほか、1707年から1710年までブラックネス上総督を務めた。1710年4月19日に死去。 オリーールード宮殿のチャペルに埋葬された。長男に先立たれたため次男ジョンが借位を継承した。1682年12月8日、キャサリン・ワッツと結婚、7男女を設けた。ありがとうございます。